立花、マプリル、でーよっしゃ決まった、やっちゃう、今日もやっていくぜ。はい、ということで今日は漢字ジェスチャーゲームをやりたいと思います。やりたいと思います。マプリルと言ったらではないけど初めて聞いた。ジェスチャーゲームは誰がやっても面白いんだ。あ、ありました、マプリル考案漢字ジェスチャーゲーム、イエーイ。ということでスタッフさんにたくさんの漢字を書いていただきました、はい、そう、やったたちは今どの漢字があるかわからないんですけど、はい、それを一人ずつ引いていって、はい、体で漢字を表すというゲームです。うん、かっこいい。やっぱえ体で漢字を表現する、そう、その表現力を高めようという企画でございます。そんないい企画だった。そうだよ、もう体でもう何でもできるでしょ、私たちは体を使えばできる、やろう。じゃあ、じゃあ、アイアイガルショアイガルショアイガルショ、アイコじゃなかった、パーでグーだった。やりまーす、お願いします、引きます、よろしくお願いします、楽しみです。そっちでやる。これさ、うん、漢字を表現するんだよ、うん、漢字を、だから意味を表現とかじゃなくても漢字を表現する、漢字を表現する、そういうことか。形をね、そう、形を表現します。むずっ、いきます。オッケー、いけ。嘘つけ、そんな感じがあるもんか。これむず、何、え、それがすべて、これがもう一文字になってます。嘘、ほんま、これ難しいかもしれん。いや、むずこれ、このゲーム立花考案なんだけど、うん、難しいかもしれん。逆、お、逆なの。ヒントはこの上の部分と下の部分に分かれてて、ヒントになってないんでしょ。ここですね、ここの漢字を分けるとしたら、もしこの漢字をバラバラにするとしたら、バラバラにするとしたらね、はい、え、マジ、はい、ヤタさん、翼、わすごい、マジやったこれすごい、これすごいでしょ、すごい、私の表現力が高かったってことだねまあそれもあるこれね、うそうそ、やった、ここがね、やったがすごい、あ、マジ、ここが決め、あ、よかった、ここはなんとなく嬉しい、これからみんな翼っていう時こうやってやってんの、ね、よし、やった、やった、やった、頑張れ、頑張る、お、いくよ、マジな、マジの顔しとる。ちょっと一回カメラに向かってありますね。いくよ、はい、いくよ、はやべこれはもうやばい、滑空術を覚えないと無理。じゃ、こっち向かってやってほっ分かった、みんな、お、数字の 1? やばいこのゲーム流行るわ流行るかどうかはさておいて、よくこのゲーム流行るわあー、オッケー、オッケーオッケーオッケーみたいな感じ。スタッフさん優しいね、本当に。え、いきますあれ、さっきもやってなかった、それさっきもやった、あ、でもなんかちょっと違う、これです、もうまんまです、これは、ここもまんま、もう全部まんま全部、もう全部全部まんまやね、まんま、え、はい、はい、犬、やったこれやばいね、これ来たよ、うちら、これやばいよ、うちら、これやばい、これやばいよ、これやばいよ、マジで、こりゃいいぞ、こりゃいいぞ、頑張れちょっと待って、頭の中で今書いてんの、頭の中でこれマジ、ここもうまんま、それまんまよね、まんまよね、きっとえ、マジ、もう一回、もう一回やって、もう一回え、ちょっと待って、こっちのが近いかもえ、手をね、もうちょっと生やさないとね、やだこれ、あー、わかった、お、ピバーン、はい、生きる、そう、よっしゃー、正解、よう分かった、天ちゃい、天ちゃい、天ちゃい、ここに現る、こう、楽しいね、これはいいぞ、これみんなにやってほしいね、あー、オッケー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 、笑っちゃうほど、
え、ちょっと待ってもうえ、うんって何これこれで確定する。え、逆か、たしは逆のこと、逆か、逆なんだ。どう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 と言われましても、まんまよまんま。髪の毛、髪の毛だけでいけそう。ここです。え、はい、どうですか。はいはいはい、おつじゃなくて、じゃなくて、じゃなくて、おつって何、そも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 おつとは。もうちょい頑張れ、もうちょい、いけよ、いけるよ。えー、いけないね、それは、うん、だってこれがノーでしょ。むか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 、それ何、それ何、それ何、これ逆ねえ、ねえ、難しいな、漢字って。どう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 、他に表現することがあるのか。包む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 、ああ、と、と言いますと、とこの漢字は奥が深いのか、もしかしたら。それ何、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 他に表現があるのではないかという。頑張ってくれてるのね。そう、頑張ってあげてんのよ、今。もう小学生で習う漢字よ。おつおつしか出てこ、いけ、これは当てようぜ。おつしか、おつしか出てこねえ。これか、おつって、うん、うんうん、あれよりかは、あれよりかはカクカクさせようよ。おつよりかはカクカク。はい、はい、どうぞ。おのれ、よっしゃー。頑張った、たちばな、たちばな頑張った。君は素敵だよ。素晴らしい。正解するだけで褒めてくれる。素晴らしい。ちょっと次やたいきますね。じゃあ素晴らしい。じゃあこれ最後にしますか。 OK、 分かりやすくいきます。最後します。バン、最後の問題。おお。お、難易度高め。星、星何個難易度。5やって5やってバカにしてんの。5やね、してないじゃない。待って、一回全体的な雰囲気あるね。おお、楽しみだ。それは大丈夫大丈夫。 OK、 いきますね。はい。この手、手がポイント。 OK、OK、OK、 任せろ任せろ。え、パーツごとにやると、まずこれ、それがあって、で、あ、難しいわ。え、何パーツあるの、何パーツ。3かな。3パーツ、よし。2パーツ目。ん2パーツ目、何それ。2パーツ目、これ難しい。でもこういう形、こういう感じの形だとは覚えててほしい。 OK、OK、 最後行こう、最後ですが、最後の形行こう。最後はそれで、もしかしたら分かるかもしらん。もうこれ、これで一番下の、あ、じゃあこれ、ヒント、ヒントってか、ヒントに答えていただいてもよろしいですか。ヒントに答え、あ、質問をして、質問するのでヒント答え、誘導じ、誘導じ、草冠ですか。言っていいの、草冠は合ってますか。言っていいの、とうとも言えます。えー、なんでそれ。そうです、もうそれだわ、草冠ですよね。そ、草、そうね。これ立花は知ってる感じですか。小学校行ってたら分かる感じ。あ、なるほどなるほど、全然分かる。え、分かるのがね、分かるのがね、草かんむりで下が木。あー、うん、なんですよ、うん、私が分かってる範囲は。中間が分からなくて。えぇ、嘘だ。え、草かんむりで下が木とかありますか。分かった。 お菓子の、お菓子の歌詞、お菓子、歌詞、お菓子、歌詞。なるほどね。ぶ、どういう時に使う感じですか。わかるだろう、もうそれは。ポケモンポケモンの技に何々カッターという技があります。草草カッター。 あー、知らなかった。それをもうちょっと、わら、わら、わら、あれ小学生でわらっていう感じ習ったか。習ってないし、私わかんない、わかんない。嘘だろ、答えよ、そこまで。答えよ、タイムアップだ、タイムアップだ、いいよ、タイムアップ、うん、3、2、1、タイムアップ。葉っぱの葉、草冠に、ほんまや、世に、木、ほんまや。違う、小学生難しい感じだろうね。えらい小学生。最後の最後で分からんかったの、めっちゃ悔しい。これは立花が悪いわ。立花が小学校に行ってないということが分かりましたね。皆さんもぜひ漢字ジェスチャーゲームやってみてね。やってほしい、本当に。やってみてね。やってみてね。じゃあね、バイバイ。あー、これめっちゃ好きだから。
うでしょ。横長より縦長早もん私。